Please welcome Manager from Tokyo G-Tag Makoto Anjo。 こんにちは。意外と元気がないですね。今日は真面目にやるつもりなんで、いろいろ普段ね、私が喋ってる内容とか聞かれてる方は期待外れみたいなことになるかもしれないんですけど、デベロッパーでは真面目にやれと言われてるんで、真面目にやろうと思っております。安城です。とりあえず自己紹介を始めようと思います。Google API エキスパートの Android を担当しております。で、東京ジタグのマネージャーを、拝命しております。先日というか昨日なんですけど、東京ジタグ主催で、ブートキャンプというイベントを、同じそこの D 棟の方なんですけど、そっちでやっていたんですが、それに参加されたという方どれぐらいいらっしゃいますか？ちらほらという感じですかね。ブートキャンプはどっちかというと初心者向けという内容でやっていたんで、ある程度ね、こう意地悪とも思えるようなクイズを突破してきた皆様方にはあまり用のないセッションが多かったのかもしれないんですが、そういった、勉強会ですとか、ハッカソンなどを定期的に行っております。東京自宅です。それとですね、基調講演でも、紹介、まさかティム・ブレイが紹介するとは僕も思ってなかったんですけど、日本アンドロイドの会というものを、やっております。これもアンドロイドに興味のある、主に開発者の方のコミュニティでして、そうですね、基調講演でも、言っていたように、1万人を突破しているという状況ですが、いろんな支部ができていたり、これからもいろんな広がりを見せていくだろうと思います。よろしくお願いします。それとですね、ちょっと Android とは直接は関係ないんですが、ガジェット1というイベントもやっておりまして、これはハードウェア、いろんな、ハードウェアだとか、その上で動くソフトだとかっていうようなものを、特にカテゴライズせずにいろいろ自分の作ったものとか会社で作ったものを持ち寄って発表していただくという会をやっておりまして、これはJASさんですね、日本ユニックスユーザーグループと共同でやっております。で、私自身は株式会社ケーブという、ゲームを主に開発している会社で働いております。それでですね、こういった本なども書いたりとしておりますが、今もちょうど2冊、並行してやっている最中です。それでですね、下にツイッターなどもありますけど、ちょっと注意していただきたいのがですね、私の発言の8割はアニメの実況なんで、そこら辺に耐性のない方はあまりフォローしない方がいいのかも分かりません。興味のある方はという感じですね。それで、本日のお題目ということで、クールなアプリを作るにはということなんですが、いろいろ考えたんですけど、その去年のデベロッパーデイのように、去年のデベロッパーデイでもちょっとお話をさせていただいたんですが、その割と概念的なこととか観念的なことだとかって、Android に備わっている機能だとかっていうのを、解説しつつということよりは、そういうことだけだとですね、いろいろな、ね、デブクイズを突破してきた皆様ですとか、こういう平日の昼にですね、集まっていただいているような勇気のある皆様方をね、そんな闇プログラマーの皆様方をこう満足させられるようなことにはならないんじゃないかと思いまして、ここは一つこう実践的なですね、すでに、作られたアプリを通して得られた内容などを共有できた方がいいかなと思いまして、で、クールなアプリって何なんだろうねみたいな話を、具体的なタイトルを挙げようと、この後のセッションでも
話すあのクリスなんかと相談して話をしていたんですけども、まあ私自身がまあ先ほど紹介したようにゲーム会社に勤めておりますし、クリスもあの Google に入る前はゲーム会社でしたので、大体2人が話してあのアプリいいよねとかって言ってる内容は大体ゲームなんですよね。でまあゲームはゲームでいいんですけど、この後のクリスは主にゲームの話でしょうし、そのゲームだとどうしてもプログラマー1人とかではちょっと作りにくい部分もあると思うんで、ここはあの私自身いろいろコミュニティをやっているところもありますし、個人の開発者でもすぐに入っていけるような、内容である方がいいんじゃないかというところもありました。それでまあ、ゲームをとりあえず、置いておいて、それ以外のアプリということで、選ぼうと思ったんですが、まあ、クールといってもクール、まあ、普通はかっこいいとかいう意味ですけど、まあ、機能的に優れていたりですとか、まあ設計がよくできていたりですとか、まあ、実際はいろんな意味でクールっていう言葉を使いますよね。で、まあ、そういった総合的な意味で、クールっていうのをこう満たしている、指標、それを表す指標みたいなのは何だろうって、まあ、考えると、まあ、単純にいろんなたくさんの人に愛されているアプリだろうなと。で、まあ、そうすると、ダウンロード数が多いアプリがいいんじゃないか、みんなに愛されてるアプリがいいんじゃないかということでですね、真っ先にこう国内でそういったアプリを作っている開発者って、思い浮かべたのが、まあ、これから紹介する、2つのアプリケーションとだったと。で実際にそのアプリケーションを作っていただいた、開発者のお二方をお招きしてですね、実際にそのアプリケーションで得られた経験ですとかチップスなんかを、共有していただけたらと思っております。それでは、紹介いたします。まずは、芋煮を作られた江川さんです。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。本日はお集まりいただきありがとうございました。クールなアプリを作るにはというところで、まあ、私は芋煮というアプリを開発してますので芋煮編ということでお話ししたいと思いますが、まず自己紹介を簡単にさせてください。江川と申します。職業はプログラマーです。コードを書いてご飯を食べています。で Android はかなり前から触ってまして、 Android プログラミング入門という本とかも書いています。あとは Android デベロッパーズクラブ、そのデブっていうところの活動をしています。また芋煮っていうアプリを出してますんで、今日はその芋煮をリリースしている開発者という視点でお話ししたいと思います。もしかしたら芋煮をご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に芋煮の紹介をしたいと思います。アンオフィシャルな i モードメールクライアントです。ドコモさんがご提供されている imode.net というウェブサイトにアクセスして、ドコモ .ne.jp のメールを Android 上で読み書きできるようにしたものです。絵文字やデコメ絵文字にも対応しています。でも最近公式アプリがリリースされましたので、まあ、通常の利用者の方にはそちらの利用をお勧めしています。で、統計としましてはダウンロード数はそれほど実は多くありませんが、マーケットの上限のカンストっていうんですかね、カウンターが止まる25万ダウンロードは超えています。アクティブインストールは 87%、 9月1日の時点で 87% だったんですけど、今は 76% です。約2万人減りました。現在のアクティブユーザー数は20万人です。で評価は6300人の方に5をつけてもらっています。でこれって結構不当に高い評価であると言ってもいいんじゃないでしょうか。おここで笑ってくれるっていうのは結構皆さんできる人だと、ね、思います。で利用アクティブインストールとかすごい多いなって思われる方ってどれぐらいいらっしゃいますか。この中で芋煮のダウンロード数とかは、はい、ありがとうございます。でも結構上には上がいます。ということで、この場を借りてユーザーの皆様には、感謝したいと思います。ところでデブクイズ、皆さん大好きデブクイズ、私も受けてみました。で Android アプリケーションの値がですね、なぜか3万2000点だったんですよね。でもこれはあくまでも数日間表示されていたローデータの値なので、
最終的な結果ではありません。私はちゃんとパックマンをやってスーパーハッカー枠で当選したので、トップフェイバリットで何万点取ろうと、まあ、意味はないですはい、ではここから本題に入りたいと思うんですが、私はクールなアプリを作るには Android のつながる緩やかなつながりを生かすといいというこの一点だけ申し上げたいと思います。ただこれには技術的な側面と人的な側面と2つの側面が あると思っています。 Android のアプリケーションは端末の中だけじゃなくて端末の中と外とか人と人とも緩やかにつながる可能性があるし、それをうまく使っているアプリや人はクールであるということです。順番にご説明していきたいと思います。つながるための仕組みとしてインテントとコンテンツプロバイダーのこの2つの仕組みっていうのはご存知だと思います。インテントの MIME とか URI で緩く接続して解決する仕組みっていうのはウェブの世界ではもうすでに使われていたと思うんですけれども、それをデバイスの中まで持ってきた Android っていうのは本当に私は初めて知った時には革新的だなと思いました。現在では多くのデベロッパーの皆さんは Android の中でアプリケーションの素結合さを生かす方法っていうのをご存知だと思うんですけれども、最初の方はあまり浸透していなかったんですね。そこで私はイモニをアプリケーション間の緩やかなつながりを表現する実装例の一つとして考えてきましたし、そういったイモニを具体例にしてその連携の良さを他の開発者に伝える取り組みっていうのも積極的にやってきたと思います。ではイモニのデモを見ていただこうと思います。いくつか見てください。でまず一つ目は写真を撮ってそれをメールで送るっていうやつなんですけれども、まあ、いわゆる写メールっていうやつですかね。まずイモニのバッジ作ったんですね。なのでこれでバッジの写真撮ったよ作ったよっていうのを撮って、写メールしたいなと思います。でもちょっと変なのが写ってたのご存知ですか。ちょっと変なのが写ってたのでちょっとそこをこれ写すとまずいなということでモザイクをかけます。これはライチさんという方のタッチ2ピクセルというアプリケーションと連携して行っています。でこのまま送ると、実はサイズが大きすぎてメールにつけられないのでレデュースフォトサイズというイモニの開発者の一人である、翔さんという方が作られたアプリケーションを使ってサイズを小さくしてから、まあ、メールを送るというオペレーションです。これがまあ一つ目ですね。で次に二つ目ですが、これもまあメールを送るっていうところですけど、標準のアドレス帳です。これは標準のアドレス帳で、人を選んで、で何かまあ文字を入れますと、この画面はイモニのメール送信画面です。でマッシュルームを使って、当然マッシュルームじゃなくても使えるんですけれども、マッシュルームを使って絵文字とかも入れることができます。それからデコ名を使いたいなという時にはデコミという山下さんという方が作られたものがあるので、標準のギャラリーから使ってもいいんですけれども、こういったそのデコ名に特化してるんですね。デコ名に特化したギャラリーアプリケーションを使ってメールを送るというようなオペレーションです。それから次はメールが来た時ですね。定期的に監視してるんですけれども、メールが来た時なんですけれども、メールの通知はイモニ独自のメールの通知のほかに SMS での通知もできるようにしています。で SMS の通知はこれはエグゼキューティブアシスタントっていうアプリケーションなんですけれども、SMS の通知を扱えるので、その SMS の通知のとこからイモニに飛んできてるっていう、まあ、そういったデモですね。はい、デモで見ていただきましたが、どのアプリと連携するかっていうのはユーザーが選ぶんですね。その分一発でできないわけです。これを選ぶっていうものをユーザーが選ばないといけない。で
でも汎用的な面もあるわけですね。これは賛否両論あると思います。どう考えるかはあなた次第だと思います。使う人次第。でもすごい面があるということは確かに事実で、私は画像を小さくしたり、モザイクかけたりカメラで写真を撮ったりするっていうことに一行もコードを書いてないんですよね。で、今の手順だけではなくて、アプリは必ずしも今お見せした順番で使わないといけないというわけではなくて、自由にそのユーザーが好きなものを端末の中にアプリケーションを入れておけば使えるということです。ここでアプリケーションとして重要なところは、煩雑さをなるべく減らすためにも反応するだけ反応するように作ることが大事というか、それが礼儀の一つかなと思っています。あと、独自定義のスキーマーかどうかにかかわらず、 URI というのは非常に使い勝手がいいなと思います。なぜならその文字列中に振る舞いと情報の両方を含めることができるからなんですよね。 URI は目で見てもとても分かりやすいですし、デバッグするものも簡単です。仕様を他の開発者に伝えるのも簡単です。パースをするのも簡単です。イモにはアクションとバンドルでメールを送る仕組みもありますが、 URI の方が使われてそうです。で、 URI の設計でどうしようかなと思ったら、 Web のレストフルな考え方を持ってきて設計してあげれば、結構使えるところはあるかなと思います。はい、次に、有名な多くの人に使われているアプリは連携する機能を持っていることが多いので、これらのアプリと連携できるようにしておくと、利用者数が増えるためにアプリ単体の付加価値が上がるんですね。なのでおすすめです。またマーケットに追加に対応してますとか、しめじに対応してますとか書いておくと、そのキーワードで引っかかるので、目に留まりやすいですよね。連携もインテントなのでとても楽です。当然連携でしか使えないんじゃなくて、単体でも動作できたり、他の独自の連携の口も用意しておくと、その有名アプリを使ってない人でも単体で使えるのでいいんじゃないだろうかと思います。イモニは絵文字入力の部分をマッシュルーム対応にしています。イモニのそのマッシュルーム対応の部分は、おそらく最も、アダム・ロッカーさんにさっき聞いたんですけれども、最もマーケットでダウンロードされているマッシュルームアプリだとのことです。そして有名アプリ以外にも、 Android にすでに標準装備されている仕組みに乗るということは、アプリケーションの付加価値を高めるのでお勧めしたいです。でもでもお見せしましたが、イモには新着通知、メールが来ましたよという通知を SMS でも通知できるようにしています。これもユーザーさんのご意見を取り入れて実装しました。なぜ SMS かという話ですが、標準化されている伝達手段を使って伝えてあげると、例えば SMS に突っ込めば、 SMS 対応アプリがメール新着アプリに早変わりするんですね。なので SMS を普段使ってない人でも新着通知アプリとして使えばいいわけです。しかも SMS のデータベースに突っ込んでいるだけなので、実際に SMS が使えない端末にもなぜか SMS が届くと。で、当然受信料は無料になんですね。なので SMS に限らず、標準のコンテンツプロバイダーに対して突っ込んであげるということは、非常に、自分のアプリの付加価値をどんどん広げていくという意味では重要なのかなと思っています。次に、インテントフィルターもなるべく標準のアプリケーションですね、 Android に初めから入っているアプリケーションに合わせてあげた方がいいです。標準のアプリはAndroid マニフェストも公開してますので、これに準拠してくれといえば相手も分かってくれますし、抜け漏れも防げると。多くの人がそれに標準のアプリは意識してますので、連携できる幅が広がっていきます。次に、これはデモしませんでしたが、自分のアプリケーションが持っている情報を外に出す一例です。イモニはコンテンツプロバイダーでメールを持っています。で、独自にコンテンツプロバイダーを作るのは非常に面倒くさいんですけれども、一回作ってしまえばいい面もたくさんあるんですね。例えばライブフォルダー、サクッとライブフォルダーにできるとか、グローバルサーチですね、あの横長の検索バーですけれども、あれは Google の検索しかできないわけじゃなくて、各アプリケーションの検索機能と連携することができるものです。そういったものに対応するのも非常に簡単にできます。これは
参考までにですが、アドレス帳の連携に絡めてです。個人的にはアドレス帳の使い方、使われ方というのは本当に近いうちに大きく変わってくると思います。 Android 2.0 からのコンタクト API では構造が変わってまして、一番下のデータっていうのが電話番号とかメールアドレスとかそういった個々のカラムなんですけれども、それを束ねるアドレスの一件一件のローコンタクトという単位があって、まだその上に一つ論理的な概念があるんですね。これはどういうことかというと、例えば Google Buzz をお使いの方はそのアカウントに Twitter や Facebook のものまで流れ込んできてたりしますよね。それを思い出してもらうとどんなものかというのが分かってもらえるかなと思います。同一人物と思われる複数のサービスを使っている、バラバラに使っているんですけども、同一人物と思われるものを一つにアグリゲーションするというような機能が 2.0 のコンタクト API からは入っているので、今は Xperia が 1.6 なのでこれに対応してしまうと動かなくなるんですけれども、世間の端末が 2.0 になってくるとこれも使えますので、アドレス帳の使い方、使われ方っていうのは大きく変わってくるかなと思っています。イモにもそのうち対応したいなと思っています。はい、次は人とのつながりです。人とのつながりはクールなアプリを作るために役立つことであると考えています。開発者とユーザー、開発者と開発者、この2つの側面からお話ししたいと思います。実際に使ってくれるユーザーの意見というのはとても大事で、世間でよく使われているアプリはユーザーの意見をちゃんと聞いていることで評価を得ているということが多いです。それに全ての端末を揃えるということはもう一人ではできないので、テストしてもらうという意味でも貴重です。ただし必要以上に過敏になる必要はなくて、あからさまな批判やひどいコメントには振り回されない方がいいと思います。ではひどいコメントがどういったものかという例をお見せします。まあこういうやつですね。まあこれは実際にあるコメントです。で、このようなコメントはなくそうと思っても絶対なくならないので、なくそうと思わない方がいいと思います。特に個人で作っている人に対して言いたいんですけれども、無理せずに長く続けるってことが大事だと思います。なるべく自分の直感に従って、自分が大切に思っているものは大切にした方がいいです。続けることっていうのは作ることよりも結構大変で、続けるっていうことは難しいんですけれども、でももちろん開発を続けなければならないということはそれ自体が負担になりますから、開発をやめる権利っていうのも当然あると思います。また批判っていうのは耳に届いてきやすくて目立つんですけれども、黙ってるけど分かってくれてる人っていうのは実はその裏にたくさんいるんですね。そういう人たちがいるっていうことも忘れないでいてほしいと思います。私の考える今の開発の優先順位、これは開発スタイルですね。動かないなどの致命的なバグは最も高くて、その次は開発者からの要望です。これは自分のアプリの付加価値を上げるからですね。それから自分が実装したいものやユーザーからの意見です。ユーザーからの意見で私が知らなかったようなことをいろいろ教えてくれて、それが自分で実装したくなって、実装するっていうような相関関係も当然ここにはあると思います。ちなみにこれは参考ですが、私の人生の優先順位で、私のでこれら全てに対して Android っていうのは、 Android はもしかすると人の幸せ、人の生活を良くするものかもしれないので、そういう意味だと Android をやるってことは全てにかかってくるのかなと思っています。はい、次に開発者と開発者のつながりもあります。これは最後ですね。でアプリケーションとアプリケーションというのは Android は連携しやすいので、これをきっかけに開発者と開発者がつながるというケースが、まあ、結構あります。このつながりがクールなアプリを作る上で役に立ったりするってことも、まあ、多いですよね。私はいくつか活動というほどでもないんですけども、呼びかけを行ったことがあります。その活動の一部をご紹介したいと思います。一つは Android デベロッパーズクラブです。私はここで、部長というのをやってます。で、 Android マーケットにアプリを出している開発者を中心とした集まりです。開発者以外の人もいます。で、全員の
ダウンロード数は合わせると500万ダウンロード以上は確実にいっています。で、サンドボックス今回出してますので、もしまだ来られてない方いらっしゃいましたら、見に来てください。それからこの前アンドロイド温泉っていうやつも行きまして、で、まあ、これはその時の写真なんですけれども、で子供とかも来てるんですね。でアンドロイドの開発者って結構集まるのが好きだと思います。でなぜそんなに集まるんだっていう話なんですけれども、私はアンドロイドっていう共通の緩い土台がある中での異文化交流みたいな形なので、実際にその人と触れていると楽しいっていうところはあるんじゃないかなと思います。私は結構幅広くいろんな分野の勉強会とかに参加している方だと思うんですけれども、例えばある言語の勉強会とか、ある特定のプロダクトや特定のサービスの勉強会とか、そういった場所に参加している人に比べると、アンドロイドっていう共通のキーワードに集まってくる仲間っていうのはもうはるかに数倍、数十倍ぐらい幅広い人が来ていると思います。これは私のが個人で考えているなんか相対的な差なので、私の考えなんですけれども、だからみんな集まるのかなと個人的には思っています。では、まあまとめですけれども、アンドロイドはとても緩やかにつながると、つなげることができるというものだと思います。一つ目は技術的な側面でつながるし、人的な側面でつながるというところですね。その二つの緩やかなつながりをうまく使いこなしている開発者や、それをうまく人とのつながりに変えているデベロッパーの人は、クールだと思いますし、クールなアプリケーションを作りやすい土壌にいるんじゃないかなと、個人的には思います。今日お伝えしたかったことは以上です。どうもありがとうございました。では今からもう一つのアプリケーション、 FX カメラというアプリケーションを、作られています山下さんと、交代したいと思います。お疲れ様です。こんにちは、山下と申します。クールなアンドロイドアプリを作る今の FX カメラ編と題して発表させていただきます。最初に自己紹介です。山下と申します。で、アンドロイド自体は去年知りまして、そこで初めてアプリの開発を始めました。で、まあ、Twitter のアカウントとホームページはここに書いてある通りです。で、今日メインに説明させていただく FX カメラはどういうアプリかというと、いろんなエフェクト付きの写真が撮れるカメラアプリになってます。で、去年 Google さんが主催した Android のデベロッパーチャレンジ2っていうコンテストでメディア部門で3位を取りました。で、どんな写真が撮れるかなんですけど、ちょっと色がおかしいですけど、こんな感じのちょっとトイカメラっぽいような写真であったり、ちょっとこういう懐かしい感じだったり、あと、まあ、左右対称の写真とか、ちょっと変わったような写真とかっていうのをいろいろ撮れるようなカメラのアプリです。で、統計情報としては、ダウンロード数が、大体370万ぐらいで、アクティブインストールがちょっと少ないんですけど210万ぐらいで、レーティングの平均が 4.5 で、星をつけてくれた人の数が大体4万人ぐらいとなっています。で、クールなアプリを作るにはということなんですけども、じゃあ何がクールかと考えたときに、もちろん見た目とかデザインっていうのも、とても大切だと思うんですけど、それ以外にもいくつかポイントがあるんじゃないかなと僕は考えています。で、一つ目は使いやすいことです。で、分かりやすくて、操作感が統一されていてストレスなく使えるというのが重要なポイントだと思ってます。で、まず、開発を始めるにあたってちょっと読んでおいた方がいいかなというのがオフィシャルのガイドラインです。 Android のデベロッパーズガイドと Android のユーザーインターフェースのガイドラインというのが、Android の公式のサイトから見れますので、一通り目を通しておくのをお勧めします。
で、あと、他のプラットフォームの、ガイドライン的なものというのも直接、まあ、Android のアプリ開発に使えるとは限らないんですけども、考え方を知るという意味で、見ておくのはおすすめです。特に iPhone のヒューマンインターフェースガイドラインというのは日本語の訳もありまして、とても読んでいても面白い資料なのでおすすめします。あとは、まあ、iアプリのガイドラインなんかも参考になります。で、見やすくて分かりやすい作りにするにはということで、画面に映っているのが FX カメラの起動画面です。で、まあ、それぞれのエフェクトで撮ったときにどんな写真が撮れるかというサムネイルみたいなものを表示して、それぞれ下にボタンをつけて、でボタンを押すとカメラが起動するようになっています。で、右上の方には、まあ、ヘルプページへのリンクと設定とかギャラリーが見れるような作りになっています。で、トップページでちょっと意識したのは、あえて標準の UI のボタンを使っています。なぜかというと、ちょっと今の Android の標準 UI のボタンとか UI パーツってちょっとかっこ悪いものが多かったりはするんですけど、微妙に端末ごとに手を入れてたりするので、あえて標準のボタンを使うことで他のアプリとかと見た目が統一できて、何よりも、まあ、ボタンはボタンの形してるんで、ここを押せば何かアクションが起きるんだなっていうのをユーザーさんに、分かりやすく示せるのでいいかなというので、こういうふうにしてます。あともう一つ気をつけたのは、まあ、起動して一目で引きつけるようなものと、あと起動して最初の画面で何をしていいかわからない、いくら機能が多くてもここからどうやって操作していけばいいのかわからないような作りにすると、もうユーザーさんに二度と使ってもらえなくなるぐらいの気持ちで最初の画面を作っています。それ以外に気をつけることとしては、バックキーっていうのがあると思います。で、Android の端末だと標準でバックキーというか戻るキーがついていると思うんですけども、開発者的には、まあ、簡単でアクティビティのオンストップとデストロイが呼ばれて、アクティビティが終了して直前に表示していたアクティビティに戻るという操作なんですけども、ちょっと気をつけなければいけないのが、これが必ずしもユーザーが期待している操作とは違う場合があるということです。で、バックキーを押したときに大抵のユーザーが考えているのは、戻るとか一つ前の画面に戻るとかアンドゥとか、そういう操作を想定されていると思うんですね。なので、例えば一つのアクティビティで複数の画面遷移を持ったりするアプリの場合、アプリを起動していくつか操作を行ったのにもかかわらず、バックキーをその時点で押すといきなり終了してしまったりすると、ちょっとユーザーさんがびっくりするかなと思います。ですので、まあ、画面とかユーザー操作の階層に合わせてバックキーのイベントは、まあ、簡単に取れるので、ここら辺のハンドリングをする必要があるかなと思います。で、もう一つメニューキーですね。メニューキーもどの Android 端末にもついているんですけども、メニューキーはちょっと扱いにくいところがあります。まずメニューキーを押してオプションメニューを出すかどうかっていうのは完全にアプリの実装次第となってますので、アプリによってはこのボタンを押して何か出る場合もあれば何も出ない場合もあるし、同じアプリでも、まあ、条件によって出る場合というか、まあ、画面によって出る場合と出ない場合とあったりして、このボタンを押すこと自体が結構なコストになるかなと思ってます。ただうまく使えばとても便利だと思います。メニューキーを使わずに全ての、全ての画面へのショートカットというかアクションを画面の中に入れちゃうと、ごちゃごちゃする場合があるので、うまく使えばとても便利だと思います。で、使いにくいんですけども、じゃあどうすればいいかというと、結局答えはないので考えるしかないんですけども、いくつかやり方があると思います。一つは積極的に活用する。で、標準のブラウザとか Gmail のアプリがこれに近いと思うんですけど、メニューキーを使わないと、まあ、ある程度の操作ができないようなアプリしている場合は、ユーザーさんが気づいて押してもらえると思います。あるいは別の考え方としては、ほとんど使わない、もしくは一切使わないという考え方もあると思います。で、3番目が、まあ、これが一番よくあると思うんですけど、うまく使いこなすというか、うまくハイブリッドで使いこなす。で、 FX カメラの場合はよく使うと思われるものは画面上にもボタンを置いてるんですけども、メニューキーを押したときにも同じのが出るようにしています。で、便利だけどもちょっとマニアックなものであったり、あんまり使わないと思われるものは、おまけとしてオプションメニューの中に隠したりというのをやっています。
で次のポイントは、落ちないことですね。落ちないことはとても大切なことだと思います。思いますが、特に私からアドバイスできることはここはなくて、これが、FX カメラのデベロッパーコンソールの画面ですね。で、右上の方にエラーが27って書いてるんですけど、これは27個のエラーが届いたわけじゃなくて、27種類のエラーがたくさん届いてるよって意味です。で、実際にフリーズだと300件ぐらいで、クラッシュが3000件ぐらいで、まあいろんな例外があるんですねっていうぐらいですけど頑張ります。で、ただ1個だけちょっとアドバイス的なものができて、それがコンフィグチェンジですね。で、これが何かっていうと、端末の縦と横の向きを変えたりとか、あるいは端末のロケールというか言語の設定を変えたときとかに、アクティビティが強制的に再起動されるような仕組みです。で、デフォルトでそうなってるんですけども、マニフェストファイルに、まあ、コンフィグチェンジとしてイベントを書いておくと、書いたイベントに対してはアクティビティは強制的に再起動されなくて、自分でそのイベントが起きたときにどうするかっていうのを決めることができるようになります。で、一番ハマりがちなのはオリエンテーションで、縦と画面の横、画面の縦と横の切り替えで、まあ、意図的にアクティビティを再起動させたい場合以外は、ここにマニフェストファイルに書いておいて、このイベントを無視するようにしておいた方がいい場合が多いです。で、もう一つ、見落としがちなのがキーボードですね。国内の端末だとまだないんですけど、海外だとドロイドみたいに、スライド式のキーボードがついている端末があると思うんですけど、このキーボードを出したときと閉まったときとそれぞれやっぱりコンフィグチェンジが起きてしまうので、これもキーが出た出ないで特定の何かをしたいという場合以外は、コンフィグチェンジに書いておいて無視するか何かをしておいた方が良いです。で、次のポイントはサポートがしっかりしていることです。で、ヘルプページとかマニュアルとかっていうのは、一番いいのはそういうのを見なくても良いような作りをするのがベストだと思うんですけれども、実際作ってマーケットに出すと、マーケットに出している方だと分かると思うんですけど、大体似たようなことをメールで聞かれるようになります。で、そういった時に対応する時のために、よくある質問とその答えみたいなページっていうのは作っておくと何かと便利です。で、やり方としてはアプリの中に埋めるんじゃなくて、ウェブサイトとして別に持っておいて、アプリからそこへのリンクだけ貼っとくっていうのが楽なのでおすすめです。で、このやり方だとアプリ更新しなくてもいつでもページは更新できるし、メールとかで同じような質問が来た時にはリンクをしているだけで済むので結構良いです。で、そのためのフレームワークではないですけど、 JavaScript とスタイルシートでモバイルサイト向けに作れるような IUI というフレームワークがあったりするので、こういうのを使うと楽になります。で、これが FX カメラのヘルプページですね。で、左側がまあメニューで、トラブルシュートとか便利な使い方とかよく聞かれることをここに書いて、で、ここにあるような質問が来たときはここを見てねというふうにメールを返しています。で、最後に進化していくことですね。で、アプリをリリースした後でも、バグ修正だけではなくて、まあ、ブラッシュアップされていったりとか、機能が拡張したりとか、進化していくことっていうのは重要なポイントかなと思います。で、国内の開発者さんが作られているアプリでも、例えば前の時間で発表のあったアダムロッカーさんの IME であるしめじとか、青山さんという方が作られたツイッタークライアントの追加とかっていうのは、これらのアプリと連携するための技術資料をネットで公開してまして、こういったものを使って、アプリを拡張するような他のアプリっていうのがたくさん出ています。で、FX カメラもインテントというか標準のアクションですね、アクションビューとかアクションセンドに対応した緩いアプリの連携っていうのをやってるんですけど、最近ここら辺のアプリの作っている人たちが多くてちょっと悔しいので、こっそり最新版で入れてみました。で、おとといリリースしたバージョンからなんですけど、何ができるかというと、カスタムのフィルターです。で、 URI を使って、外からまあ、サイドとか RGB に対するコントラストを指定して FX カメラを起動できるような機能です。
でこういう URI を使うメリットなんですけど、アプリからだけじゃなくてブラウザとかウェブサイトとかブックマークから起動できるということと、あとこういう独自スキームでアプリを起動っていうのは他のブラックベリーとか iOS みたいなアプリでも、アプリというかまあプラットフォームでも対応しているので、将来アプリをマルチプラットフォーム対応してなおかつウェブサイトと絡めて何かいろんなことをやりたいとかって考えたときに、こういうやり方は便利かなと思います。ただ一個だけ問題があります。で、Android の標準のブラウザーっていうのはこういう独自の URI スキームを、勝手に変換してしまうんですね。リンクの中に埋め込む場合にはちゃんと動いてくれるんですけど、アドレスバーに直接入力したりブックマークの登録っていうのができなくて、アドレスバーに入れるとここの画面にあるようにこれは見たことないんで多分検索したいんだろうと判断されて Google 検索のページに飛ばされてしまいます。で、じゃあどうすればいいかっていうと、単純にリダイレクトさせればいいんですけど、ちょっと僕サーバーサイドっていうかそこら辺の知識がないのでどうしようかなと思ってたんですけど、そうだ Java で書けるなと思ったんでアップエンジンで書きました。で、実質書いたコードは1行だけですね。で、アップエンジンのサイトにパラメータ飛ばしてそれを自分のスキームに変換して飛ばして、そこからアプリが起動するようになっています。で、まあサンプルページはウェブに置いてます。 Bitly の FX カメラテストというところに置いてます。で、ブラウザーからカスタムのフィルターのパラメータ付きでアプリを起動できます。で、これだけだと分かりにくいんでサンプルのアプリも作りました。で、アプリの中から呼ぶのは簡単で下にあるように3行ぐらいのインテントを発行するだけです。で、サンプル画像を置いてあって RGB とかそれぞれのパラメータを動かしたときにどういう感じでエフェクトがかかるのかのプレビューをできるようにしておいて、そこから FX カメラを起動できるようにしてます。で、まあ、あとはメニューキーを押して共有を押すと、さっき頑張って作ったアップエンジンのアドレスを生成できるので、ツイッターとかに投稿すると、それをクリックすると、カスタムのパラメータ付きでアプリを起動したりっていうのができるようになります。で、最後なんですけども、クールなアプリを作るためにということで、いくつか私が大切だと思うポイントを説明してきたんですけど、一番大切なのは自分がこだわって、自分が作りたいものを作ればいいんじゃないかなと思います。で、何か問題にぶち当たった時に答えって一つじゃないかもしれないし、答えはないかもしれないしっていうのもあるし、アプリの出来を考える時にこれができないからダメっていう減点方式で考える人もいれば、欠点はいろいろあるしたまに落ちるけどこういうことができるからいいねっていう加点方式で考えてくれる人もいたり、いろいろいると思います。なので結局迷った時は自分が納得するかどうかで決めていくのが一番いいんじゃないかなと僕は考えています。これがクールだってことですね。以上で私の発表を終わります。ありがとうございます。最後に安城さんにまとめの挨拶をお願いします。まあ、というわけでですね、2人ともこう非常に人気のアプリを持っているわけなんですが、発表した内容もかなり経験に基づいた内容でとても勉強になったとは思いますが、2人はですね、実際はその何て言うんですかね、そんなもう天井人のような人ではなくてですね、実際その一緒に飲んでるとですね、山下さんなんかはぶっちゃけ有料のアプリにしとけばよかったなとかね、江川さんなんかはコミュニティ活動をしすぎて嫁さんに怒られてたりとかですね、まあいろいろねあったりするお二人ですけども、まあ そんな二人もですね、コミュニティに参加することなどで、知り合ったというところもありますし、そういったいろんなコミュニティの使い方はあると思うんで、ぜひ皆さんも活用していただけたらなと思っております。で、それでですね、最近よくコミュニティの活動の中で個人的に言われるのが、Android で何かこう作ってみたい、お仕事をしてみたいんだけどどこかいい会社ありませんかとか、
あともう一つがですね、Android のアプリを作れる会社さんとか、個人の開発者を雇いたいんですけど誰かいい人いませんかとかですね、そういったあの話がよく最近来るようになってきてですね、あのそういう話がありましたらぜひあの私の方に連絡していただければですね、あのもしかしたらうまく何かが回るかもしれないんで、あの言っておきますけど僕はそういう仲介業者とかではないんで、あのお金とか別にいただいてるわけじゃないんですけど、まあ、だからこそこう気軽にあの相談に乗れると思うんで、話しかけやすいとも思うんで、ぜひそういった形でですね、あの使っていただけたらなと思っております。で、それではお二人にもう一度上がっていただいてですね、お時間ですよね、まあ、このような人気アプリのを通して得られた経験ですとかっていうのを、惜しげもなく皆さんと共有していただいた2人に感謝を拍手をしつつこのセッションを終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。